春日井青年会議所の高谷秀文さん扮する東風が牛車に乗って登場です。近かったらな、2人とも行きは東風だですよ。さあ、春日井青年会議所高谷秀文さん扮する東風がゆっくりとゆっくりと登場となりました。小野の東風は平安時代の代表的な書道家で三席の一人に数えられます。それまでの中国的な書風から脱皮して和洋書道の基礎を築いた人物と称されております。さあ、あでやかな衣装をまとった小野の小町の登場です。連帯に乗って豪華な十人一重を身にまとっている平安時代の歌人小野の小町は一般応募の中から選ばれました福原美和代さんです。小野の小町は絶世の美女として数々の逸話があり、能や浄瑠璃などの題材としても使われています。連帯を引くのは陸上自衛隊春日井駐屯地の皆さん、そして続くのは一般応募によるかわいい稚児の皆さんです。言ったみたいね。